皆さん、こんにちは。マーティン、ダイアムバ場、金田です。おぎくず、メジャーで活躍した田口壮さん、特別なエピソードで言います。田口壮さん、確かにね、最初はセカンド、ショートで強し、内野も確かにいいですが、足の速さ、強権を活かしたいと思い、外野手志願したそうです。それは、大木明さんの監督のもとですね。確かに毎年のように100試合以上使用し、ホームランもすごく、まあ、攻撃的なバッターで、まあ、俊足交代のバッターですね、リードオフマンとして。確かにメジャーでは、木田正夫さんや、ええー、 一郎など、それぞれ遺跡もあり、残っているのは田口壮さん。2001年は確かにオリックス4位でしたけども、えー、2001年も。一郎が抜けて、あと田口壮さんも抜けたのが痛い。それがエピソードです。2002年からオリックスは暗黒時代、田口さんが遺跡したことをきっかけに、意外な話。メジャーでは二度のワールドシリーズを制覇したそうでございますね。フィリーズ時代に。やはりね、手腕よりも選手としま。 ただ、父親のエピソードもいっぱいありますね。オリックス在籍時代、初期のオリックス在籍時代はベストナインゴーデングラブ賞、ベストナイン1回でゴーデングラブ賞5等をマークするなど、本当に華々しい成績でございます。オリックスに出戻りしてから、復帰してからはあまり活躍できずに、まあ、メジャー時代の感覚を取り戻すとも言わず、3位統一級の影響も重なって引退したそうでございます。はい。現在は、コーチをし、 まあ優勝日本一には貢献しておりますね。あ、日本一には貢献してませんね。はい、全然。惜しかったね、あの時はね。はい。確かに日本一を知る選手は田口壮さんですね。はい、一同や。はい。確かに頑張れ神戸を合言葉にし、まあ、活躍した年もありましたね。田口壮さんと。えー、まあ、一郎と共に。あとは、まあ、ピッチャー陣も含め。はい。というわけで、エピソードを語りました。バイバイ。